木原防衛大臣は、海上自衛隊で発生した潜水手当の不正受給をめぐり、4人が逮捕されていたことを処分の段階で公表していなかったことについて謝罪しました。4人はその後、不起訴処分になったということです。国民の皆様に対して適切な情報発信ができていなかったことにつきまして、防衛大臣としては深くお詫びを申し上げます。 木原大臣はこのように述べた上で事案の重大性を考えれば逮捕した事実を含め把握できた内容はできる限り詳しく公表すべきだったとの認識を示しましたまた防衛省は処分の際に不正受給の総額が合わせておよそ4300万円と発表していましたが処分前に退職した6人と処分に向け手続き中の8人分の不正受給額が含まれておらず 総額は1000万円規模で増える可能性もあります。